はい、お疲れ様です。えか、えー。まあ、そもそもね、これよく聞かれるんですけど、人脈ってそんなに必要ないのかなんかよくおるんだけど、人脈、人脈っていう人。よりもやっぱこんだけ、まあ、成功したとは言わんすけど、まあね、それなりに14年間経営者やってきて、まあ、ここまで来たんで。 まあ、どうやって人脈作りましたかとか、どういう人脈でここまで来たんですかとか言われるんですけど、まあまあまあ、そもそも人脈には関係あるのかなということも含め、人脈の作り方などもちょっとやっていきますので、よろしくお願いします。えコメント説明欄に目次リンクありますかあ、あの、説明欄ね。で、あの、スマートフォンはコメント欄でしか使えないかなで、あとチャンネル登録、いいね。あー、ぜひお願いします。えー、またセミナー、ちょっと頑張って。 何本か作っていきますんで。ね、あの、ぜひお願いします。チャンネル登録はまあ本当に、あの、最近増えてきたんですけど、まあ5万チャンネル登録を年内なんで、もうちょっと足りないかなっていうところで、まあセミナー動画は結構皆さんチャンネル登録してくれるんですけど、あの、Google の早そ々うそう ID を持ってない人 ?Google の ID を持ってない人は Google でログインすりゃいいんですよ、YouTube。あの、ね、無料で作れるでしょなんか、 Google ID 新規作成とかで Google 出てくるよね。で、作った方がまあ、なんちゅうかな、履歴とかも残ってくし、その自分の好みのものが出てくるんで、僕はまあ YouTube やってるからね、自分の ID で入ってるけど、そうすると見たものとかから自分がどういうのが好きかとか、おすすめとかすごい出てくるんで、あの、ID ではログインした方がいいと思うんだけどね、ログインそもそもしてないっていう人が多かったんで、あの、要は、 アカウントなしの状態で YouTube 見ている人も多いと思うんですけどあのアカウント作ると無料だからねでも Google のアカウント持ってたらそれ入っていくだけだから、うん、それで簡単にできると思うんですけどぜひ皆さんあのチャンネル登録お願いします、えー、じゃあそれではいってみましょう、えー、そもそも人脈なんか作れない、えー、自分の器にあった人間しか周りにないお金儲けのために近づいてく もううまくいいかないそんなことを気にするぐらいなら一生懸命働けって書いてるんですけど <laughs> まあなんつうのかな人脈がないと商売できないって思ってる人って結構多いんですけどそうはもう関係ないと思うしなんかあと人脈作りを一生懸命やってるって人いるでしょうんだけど俺そんなもん必要ほんとなるんかなと思うんですけど何つうかな俺人脈なんてその。 ね、例えば自分がまあ小学校でも中学校でもまあ俺高校も大学も行ってないもんであれですけどまあ高校は中退か中退なんですけどまあそういうとこで知り合った友達今でも遊んでんの遊んでるっていうか仕事関係で付き合ってるる人もいるだから人脈なんつうのはその周りにいる人俺は自分の親だろうしね友達だろうしでも俺そういうもんだと思うんだよねでもなんかまあ生まれ持ってねそりゃ大金持ちに生まれたとかさ その、なんか政治家のね、その有名、有名な人の下に生まれたとか、それはまあ俺、ちょっとその世界はわかんないし、俺そういうことね、わかんないことを別にごちゃごちゃ言うつもりないんだけど、な、なんつうかな、自分のこの器に合って、例えばさ、まあ、まあ一従業員って言ったらしてたけど、一従業員でさ、ね、じゃあ人脈が作りたいから塗り替え道場の小林社長会ってくださいって言っても、俺会わないと思うんだわ。 その何って言ったら別に器とか、まあ器って言ったら失礼だけど、まあまあ住む世界って言っても失礼だけどさ、別に、うん、あの、俺と人脈作ってじゃあビジネス一緒にやりましょうって言っても、まあ相手するわけないじゃん別にね。そいつとやるメリットも何もないし。うん、だから人脈って まあ言うとコネとか人脈っていうとなんかビジネスにつながってくるけどただなんかどうしてもこれ教えてほしいとかさまあちょっとまあこの辺はいいか後でやるんで人脈の作り方のところでちょっと話するんですけどうんなんかお金儲けのためにまあビジネスだからさ人脈とお客さんってうんまあ違うと思うんだけどその何て言うかな うん、自分にあって、ま、あ俺がじゃあ、もし、もしさ、ま、あトヨタの社長とさ、コネがあるからって、一緒に商売やりましょうよって、俺、絶対言わないと思うんだよね。うん、そうだも向こうに言葉、だって、あの、人脈って、まあ、ウィンウィンじゃないと、成立しないと思うんだよな。それをなんか、人脈がないと商売できないとか言ってる人、会社作れないって言ってる人って、いや、そ、そもそも人脈なんか作れないよって。うん、会社やって、 まず、レベル1をクリアして、レベル2クリアして、レベル3クリアして、成長していくと、そのお金だけじゃなくてね、人間とか、ね、いろんなその、仕事の提供できるもの、人に提供できるものっていうのが商売でしょお客さんに提供するだけじゃなくて、仲間とか友達に提供できるものも商売、商品だと思うんですけど、そもそもそこが高まってないのに、ね、レベルが上がってないのに、その、求めないじゃん。 じゃあ俺もだって友達もいるし、別に仕事もあるし、まあお金もあるって言ったら失礼だけど、のに、そいつから別になんか教えてもらおうって、ね、まあ思わないでしょ。そいつに誰か紹介してくれって、まあ思わないじゃん。わざわざ会ってまで。うん、だから、なんちゅうかな、うん、まあ、 この1番2番よりも、そ,そんなことよりは、まあ一生懸命働けっていうのは、だってあの本当に俺の周りで、じゃあ経営者ですごい人っていっぱい見てきたけど、まあ俺はそういうね、生まれ持ってお金持ちっていう人も、そんな見たほ、まあ会ったこともあるけど、まあその俺はまだまだ器が違うって言ったらしてたけど、そういうの時はうなんか一緒にやりましょうよっていうところまで僕も来てないから、うん、だからまあその付き合いはしてないけど、まあ会ったら挨拶っていう程度だと思うんですけど、うん、ただまあその、 ね、俺がその友達とか経営者で尊敬できるなと思う人たちはまあコネとかじゃなくて一生懸命毎日やっぱ働いて悩んで、うん、だけどその今おる友達とかね仲間とか先輩にちょっとこういう風うで悩んでるんですけどなんか助けてくださいとか教えてくださいだとか、うん、こういうことあるんですけど一緒になんか商売やんないですかとかまあ一現場単位だってことかね例えば俺だったら知り合いに仕事頼まれるだとか まああるよね、もちろん。で、それって人脈こねえって、いや、人から見たら人脈こねえ。あんな経営者も知ってんですかこんな経営者も知ってんですかって言われるけど、じゃあそれは当たり前だろって、俺も経営者だし。で、向こうにとってもウィンウィンが成立してるじゃん。だってその子がね、どっか塗装を頼む。俺がお金もらうからって頭下げるばっかじゃないと思うからさ。塗装がお願いしたい、リフォームお願いしたいって時に俺に電話すれば、 あこいつだったら信用できるしちゃんとお願いしたらやってくれるっていうのがあるからその子にとってもコネクションね人脈だし俺にとってもその子って人脈じゃんだから商売ってそういうもん,と思うんだけどなうんまあ俺の友達でもねそのまあ参拝屋さん、まあ、まああんまり名前出すと怒られるかもしれんけど名前出さんけど、うん、まあその子なんか本当に商売上手っていうかうんあの変な意味じゃなくてね いつも電話して、俺はもどっちかっていうと何でもちょっと相談するんで,で、その子にはもうゴミのことは全て相談するの。ゴミとか参拝関係とかね。こういうのってどうも。で、それ以外のこともだな。この間なんか服屋さんまで電話したな。<laughs> うん、で、いろんなことを相談するんですけど、じゃあ別に、そうね、いや、いいよ、それ紹介するわって。じゃあ,じゃあ間、俺を通して商売やってくれとか、そんなしょうもないことも言わないし。 うん。ああ、いいよ、紹介してあげるわって、こうこうこうでこういう風にしたらいいんじゃないとか教えてくれるんだよね。それって人脈だよね、うん。人間関係だよね。と思うんですけど。で、その人とじゃあ、ね、こうやって動画見て、まあ今、職人で働いてる人間で、まあ付き合うかって言ったら付き合うよその子も忙しいし、俺も忙しいし。ね。まあちょっと喋りすぎたね。まあ、まず一生懸命働きましょうっていうのが伝えたかったんです。えー、人脈の作り方あ。一番近い人たちを、 大切にするまあこれが基本だよ、ねでもうんまあ、俺でい,いや従業員も一番近い親も近いな、まあ、最近親は大切にしてないけど、うん、だけど、うん、まあだってうちでい,いや俺従業員の紹介でね友達になった人もおるし、まあ、友達っていうのはないけどまあ、その知り合ってね仕事ビジネスにつながったっていう話もあるし。 だから、そのなんか人脈作りのためだけになんかこのね、2番か、名刺交換会に行って一生懸命頭下げて一生懸命なんかいい子ぶっとるやつっておるけど、俺も会社やった時になんかこんなん行ったんですよ。だけど、まあ、そもそもこんなところに来るやつそうだわね。人間関係作りたくてきてるのもん人間関係がねえし友達がいねえんでしょっていうような人しか来ないわけでしょうん。で、まあ、そうそう、まあこれは言っとるけど、俺はその、 なんか勉強会、清和塾と、前チラッと言ったんですけど「清和塾」っていう勉強会にまあ参加しよって、まあ、今ちょっと行ってないんですけどであとはまあ俺の同級生でもあのまあ団体名行っていいかどうか分かんないけどあ,の、まあ、ある大きいねそういうビジネス団体みたいなのに所属して会長までやってる同級生がいるんですけど、うん、その子は別になんか人脈作りのために行ってるわけじゃないと思うんだよね俺もそうだったんだけど、まあ、学びたくて何か教えてほしくて。 うん、経営者としてやっぱ悩むことが多いからそういうところに行って教えてもらってるうちに、うん、なんか仕事の話になったとか、なんか相談してできるようになったとかいうのはあると思うんですけど、うん、だけど俺なんか別にそこに入って、じゃあ仕事の付き合いなんかしたことないもんね。逆に仕事なんか別に、あ、あそこと取引したい、ここと取引したいって自分が思ってるとするじゃん。今なんか B2C、C2C っていう時代だから、 いや自分の商品が本当にもうその人たちにとってプラスなものだったら電話して絶対付き合いしてくれるからね。俺もそんなもんだと思うんだけどな。そんなこといちいちお酒飲んでお付き合いして作るもんじゃないって俺は思ってるんだけどな。まあもちろんね人間関係で入ってってビジネスやるっていうのもおると思うんですけど、でもそこにちゃんとしたもの提供できんかったら、だってすぐ切られるでしょ。だからお金もらう側だけがウィンじゃないもんね。 お金を出す側も俺もいっぱいいろんなね職人さんにも従業員にも材料屋さんにも広告会社にも全部お金払ってるけど何か別にそんなんてウィンがあるからじゃん。だ、ね、から俺はもう平気でもう業者変えるぞってお前こんなこともできんかったって言うし、うん、あのビジネスの付き合いだから一緒にやっぱ、ね、助けてもらうところもあるし助けるところもあるからお互い様だと思うんですけど。 だから俺は、だから逆に厳しくするっていうか、いや、社長厳しすぎますわっていう時もあるんですけど、うん、だけど、そうでしょう一緒に成長していかなあかんから、ね、向こうがのらりくらりやったんもう俺はもうそうなったらもう付き合わないんだわ。もう違う会社に帰ろうって。うん、じゃあそんな奴と,と付き合ったら、らどっちみちうちの会社が成長毎年してってるんだから、 そここについいいいててれななところとろ付き合いしてもしもょうがないからねだったら新しいとこ一緒にね切磋琢磨できるところと付き合いした方がいいんじゃないのって思うんで、うん、まあ話はちょっと自分の話になっちゃったんですけどなんでまあもう本当にもう自分の人の周りあと友達の友達はもうみんな友達じゃん、まあ、そういう考え方はいかんのかもしれんけどでも俺なんかこういう人いない紹介してくれへんって本当にもう本当にめちゃくちゃ仲いいって 言える友達なんかもう、俺数人だよ。5人出てこない。うん、まあ本当に悩んで、それ全部同級生。もうしかも16、11、18、18とかの頃から、だけ俺、それぐらい別になんか仕事ばっかりしてるし、別にあっちこっちってお酒飲んで友達増やしてるように見えるけど、誰とでも喋ってるように見えるけど、喋れること、面白いこと言ったり、この冗談言ったりするのは得意だけど、別に。 だからって腹割って酒飲んで話せるかって言ったら、そうでもないから。だから本当の友達って俺も数人しかいないなぁ。でもその人たちにな、もう千万回くらい助けてもらってるっていうか、お金ちょうだいって言ったことないよ。だけどこういう人紹介してくれんからとか、こういう人って知らん,んって、ね。例えばリフォーム悩んでる、大工さん悩んでる。まあこの間はそうだな、同級生から。まあほん仲いい友達だね。大工知らんって言って。ね あのお前この間まで大工こうやって雇ったじゃん。ああ、いいよ、紹介するわ。もちろんね、俺リフォームやってるけど、リフォーム間かましてくれとか、そういう話じゃなくて、お互いにそれからやってって噛んだら、それはお金もらうよ、もちろん。だけど、噛んでほしいって言別に噛むし、その代わりうちの営業がついてこうやってやってって、それはサービスが向上するかもしれん。工程もこっちが守るかもしれん。だけど、まあその子が大工さん直接やればいいんじゃないっていうのは、まあ工程を大工さんが守ってくれるかどうかは、俺は分からんし、その子の イメージがちゃんと大地さんに伝わるかもわからんけど、で、それでいいじゃん、商売って。うん、で、俺さ、さっき言ったかな、ちょっと動画、編集しながら作ってるではちょっと分かんないですけど、ね、この間同級生に、本当に、YouTube はあの服屋さんで撮りたくて、で、その同級生にまた電話して頼んだんですよ。で、その子は、まあ、服大好きだから、服屋しょっちゅう行ってるから、誰、うん、あのー、ね、るまくんって、あの、服屋、知ってるでしょって、まあ、あそこ知ってたよね、って。 もしあれだったら口聞いてくれねーって言ってと <laughs>、ね、撮影 OK、まあ、結局ダメだったんだけどまあそれと同じ周りにいるものからつながってんどこんなところでね知り合ったってどうせうわべの付き合いしちゃって、うん、金取るか取られるかみたいなまあまあそう,そういうこと言ったら失礼かなまあそれ言うなよでも3番くらいことに時間を使うなんてもう本当にそうまあ俺が尊敬できる人会社成長してる人うまくいってる人そんな骨作り 最近何やってんですかんこれ作っとるっていうような話聞いたことないけどな。そんなん、こねって言葉が悪いじゃん。人脈って。ただ本当に一生懸命やって自分の提供できるものが増えてきたら、うん、いろんな人に出会えるし、ね、ふとした時に。ただまあ自分でそういうところに行くのはまあいいことだと思うよ。別に名刺考えでも。ただまあそのくだらんところに行くよりはね、そういう経営者団体みたいなもに所属して勉強の場に行って、 本当に学びに行って何年もね、そういうところに所属して勉強するってことは、俺は素晴らしいことなんじゃないかなとは思うけど、うん、何かね、人脈作って仕事もらいたいって、そう,もうくれない、くれないっていうか、そんなことよりも,も簡単な仕事。もっと簡単。俺、人と仲良くなるよりも仕事する方が、商品高める方が簡単だと思うんだけどな、本当に。うん。だって一生懸命やるだけじゃん。ね、毎日365日チャンスあるんだもんね。今日でもそうだよね。 もっとこういう風にした方がいいんじゃないかって、お客さんにこういう提案書をもっとこうやってきれ綺麗にして、お客さんに分かりやすくした方がいいんじゃないかっていうのも、一つの提案、改善じゃないですか。それってサービス力じゃんね。で、現場行って職人のね、車が汚ねえってなるやんお前ら車ぐらいきれいにせえやって、お客さん見たらどう思うんだって、明日からもきれいにせえって、明日からもう週に一回点検やって,って今うち週に一回点検なんですけど、車のね。きれいにしなさいって。えそっちの方が大事じゃん。そんなさ、 社長になるかならんか,からなの酒飲み歩いとっていろんなやつとね、会ったこともねやつと酒、つまんない酒飲んどってストレス溜めるぐらいだったら、一生懸命仕事しとった方が俺はまあよっぽどいいと思うんで。うん。まあそんな感じです。まあためになったでしょうか、うんまあ、チャンネル登録と、あの、いいね。チャンネル登録はぜひしてください。本当に、いいねは最近本当にね、すごくしてくれて、本当に、まあめっちゃ嬉しいんですけど、チャンネル登録、あの、年内5万っていうのを目指してますんで。 ぜひお願いします。